ヒラノ仕様、高級ブランド支持のファッションアイコン。ルイ・ヴィトン、エルメスとのコラボで業界に新たな風を巻き起こす成功物語。日本のエンターテイメント業界において、ジャニーズ事務所から独立し、個々の成功を絶望するアーティストは数多く存在します。その中でも、ヒラノ仕様の最新の動向がファッション業界に衝撃を与え、高級ブランドのルイ・ヴィトンとエルメスが彼を支持する新たな時代を切り開いています。 彼がこれらのブランドのアンバサダーとして登場することで、ファッション界に熱狂的な注目が集まり、その影響力は商品の売り切れや予約販売の難しさに現れています。平野仕様の新たなファッション度を、平野仕様は、ジャニーズ事務所を退所した後、独自の芸能活動に打ち込んでいます。その中でも、彼のファッションセンスが注目され、その魅力が高級ブランドにも伝わったことが、注目すべき出来事と言えます。 特に、2023年9月18日に平野志陽が自身のインスタグラムに投稿した写真は、ファッションファンから大きな話題を呼び起こしました。スポーツ紙の記者によると、これらの写真はファッションモデル風に撮影され、全身がルイ・ヴィトンでコーディネートされていました。これにより、彼がルイ・ヴィトンのアンバサダーに就任するのではないかという目測が広まりました。アンバサダーは、 高級ブランドの代表としてファッション誌でモデルを務め、ファッションショーに参加する役割を果たす存在で、通常は世界的に有名なモデルや俳優が選ばれます。平野仕様はテレビでの活動がないにもかかわらず、インスタグラムのフォロワーが400万人以上という絶大な人気を誇り、その影響力が高まっています。9月19日には、この投稿が ELLE ジポンのファッション雑誌であることが明らかになり、その後、 同雑誌でルイ・ヴィトンを着用したファッションポートレートと独占インタビューが9ページにわたって掲載されることが発表されました。これにファンたちは大いに興奮し、雑誌を手に入れるために奔走しました。予約販売サイトは一時的にアクセスが難しい状態に陥り、平野の人気がどれほど高いかを物語っています。ヒラノ仕様のファッションブームの影響を、ヒラノ仕様のファッションブームが高級ブランドに与えた影響は計り知れません。 彼が着用したルイ・ヴィトンの商品は即日品切れとなりました。これらの商品はどれも数十万円する高額アイテムで、特に26万円のバッグと20万円のパーカーの全サイズが売り切れてしまったのです。以前にも生配信で着用したルイ・ヴィトンの商品が完売することがあったことから、彼がブランドの売り上げに大きな貢ぎ剣をしていることは疑いありません。彼の人気は単なるファッションアイコン以上であり、 ファッション業界において新たな風を巻き起こしています。さらに、ELLE ジポンに登場したことが発表された数時間後、再びヒラノ耀は自身のインスタグラムを更新し、今度はエルメスをまとったモデルカットを公開しました。これにより、再びファンによる爆買いが起こるのではないかという期待が高まっています。ヒラノ耀は、ファッション界において独自のエコシステムを築いており、 その魅力が高級ブランドによって認められていることは明らかです。結論、平野仕様は、ジャニーズ事務所を退所してから独自の道を歩み、ファッション界で大きな成功を収めています。彼のファッションセンスと人気は、高級ブランドであるルイ・ヴィトンとエルメスによって高く評価され、アンバサダーとして登場することでファッション業界に新たな息吹を吹き込んでいます。その影響力は、 彼が着用する商品の売り切れや雑誌の予約販売の難しさに現れ、ファンたちの情熱もその一部です。平野仕様のファッションブームは、彼のファッションセンスと魅力が高級ブランドとのコラボレーションによって、ますます輝きを増しています。彼のファッション界における成功は、これからの展望に期待を抱かせるものです。